はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日は、久々、タイムバカタックゲームやっていきたいと思います。はい。超久々じゃない？久々やね。え、マジで、1年も空いとる。怪我明けてからやってないでね。うん、うん。1年以上ぶりにやるんですけど。てか、なんかこのチャンネルでさ、潜入とか以外でバレするの時代、めっちゃ久々なんじゃない？まああれか、密着みたいなので、ちょろっとやっとうぐらいやけね。まあその練習やん。そのゲームとか昔はしよったけどさ、最近全然やってないやん、そういう。久々の、うん、昔から見てくれる人は、うん、わ、懐かしい企画やなって思ってもらう。そうやね。ような感じかな。うん。はい。ということで、今日ね、2対2やっていきたいと思います。はい。その前に。はい。はい。こちら。はい、僕たちがね、アンバサダーしている、アンビーというプロテインがございます。はい。はい、それがね、10月17日から20日の4日間ですかね。はい。Amazon でプライム感謝祭っていうセールをやってます。はい。はい、で、これね、僕たち8月からアンバサダーやらせてもらってるんですけど、うん、今までで一番大きな、セールになるかなと思います。はい。はい、で、最大、まあ、このプロテインだと、17% かな、オフになります。うん、でかいね。めちゃめちゃ大きい。だから先月9月が、11% オフぐらい、ね。それでもね、結構大きいセールやったけどね。そう。だいぶ大きかったんやけど、さらに 17% ということで、まあ、ビッグセールみたいな感じなのかな、はいはい、っていう感じになります。はい、で、最大 17% オフで、まあ、いつも通りね、僕たちの B クイックっていうね、クーポンコードを売ってもらえると、そこからさらに 3% オフになります。はい、すごくね、この2ヶ月間。まあ、アンバサダーやってめっちゃ好評なんですよ、うん、で1ヶ月目でかなりもう数値的にバーンっていったんですけど、2ヶ月目さらに1ヶ月目よりね数値良かったって、はい、まあ、今びっくりされてるところですね。いろんな人が今買ってくれようもんね。そうやね、まだそれだけ、まあ、飲んでみてね好評やったってことかな、まだリピーターの人結構おるよ。あ、そうやね、連絡くれるもんね、うん、すごいありがたいですね。まあ、そんな感じでね、1回飲んでみて、よかったら定期便とかアマゾンってあるんで、はい、定期便とかするとさらにお得になったりするんで、はい、一回飲んでみてよかったっていう人は定期便もおすすめですし、まだ飲んでないっていう方はね、ぜひこのオールインワンのね吸収率がいいので、はいはい、ぜひ買ってみてください。はい、はい、概要欄からね Amazon リンク飛べるようになってます。はい、おすすめはもうヨーグルト。うん、ヨーグルトですね。万人受けしてますね。はい、もうあっさり系好きで、まあ、ヨーグルト好きな人は必ず好きかなって感じでね。はい、で、まあ、チョコレートも好きな人は好きやろうし、なんか俺みたいにねいろんなアレンジしてする人とかはこういう甘い系もね使うかなと思います。はい、はい、まあ、他にもあるんですけど、はいはい、概要欄からねチェックしてみてください。じゃあ、今日4対4、あ、2対2か、2対2のバックアタックゲームやるので、はい、選手入場選手入場、パパパパーン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 、はい、お久々のメンツ、久しぶりです。はい、マサトと大輝ですね。よろしくお願いします。え、マサトすごいご無沙汰やね。マサトも久々に。もう2、すごい久しぶり。2年、2年以上ぶりぐらいらしいね。うん、そうやね。うん。バックアタックゲームやってますよ。やってないでしょ。やってないよね。そんな、定番じゃないけど別に。そうやね。俺らもやってないけど、久々。やっていきますか。チーム分けしてね。はい。で、今日は、罰ゲームあります。普通にやってもおもんないけね。はい、普通にやってもね、面白くないし、せっかくね、こういったアンビーグのね、案件があるってことで、はい。はい、勝ったチームだけ、飲みます。おぉ、すげえ。で、負けた方が、うん、青汁1。いや、健康だね。これ一気一気。健康、健康。これ、まあ、どれですか？結構な量あるよ。ね、350ミリあるけ、これ一気。口コンつけたもんね。そのまま。行ってもらいます。じゃあ、まだアップとかしないんで、軽くアップとかして、はい、やっていきますか。はい。あ、じゃんけんで、じゃあチーム決めとく。はい、オッケー。勝ち負けね。うん。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、これでしょ。じゃあ、俺と大輝。さあ、はいはい、勝ち確、勝ち確。勝ち確。よし、じゃあ、それでじゃあアップして、やっていきましょう。はい。じゃあ、はい。皆さん、こちら。何ですか、それは。新作ピステ。ピステ。去年めちゃくちゃ大好評だったピステが違うカラー、うん、はい、違うデザインになって帰ってきました。おお、めっちゃいいね。ちょっと手感とかもリニューアルして。そうやね。え、またもしかしてあったかいやつ？あ、そうよ。なんかモフモフね。裏キモスか。そう。分厚いピステやね。あ、いいね、わかりやすい。それだけペラペラ の薄いピステじゃないで、はい、結構防寒性のあるピステ、しっかりしてるやつ。これいいね。今月出ます。お、いいね。10月末。チェックしてください。はい。ナイロンパーカーもすごい。あ、そうやね。買ってくださって、ありがとうございます。ナイロンパーカーもめっちゃ好評やったし、買った人がさらに好評やったね。めっちゃいい、ね。買った人がさ、思ったよりね、しっかりしとって。あ、そうそうそう。びっくりしたっていう。伝わってなかったかもね、意外と。あ、まあまあ、生地感とかね、その、そうね。した厚みとかはね、まあオンラインなんですとかしょうがないです。うん。
まあでも、はい、ぜひナイロンパーカーまだ残ってると思うんです。そうね。チェックしてください。はい。スパイク打っていきますか。スパイク打ちましょう。高い。大輝も。俺パサとチームやもんね。あ、そうよ、そうよ。いやいや、わからんよ。お前が穴になる可能性あるやけな。そうやね。やばい、絶対足の甲で骨折するわ。調子はどうすか。来週試合なんでね。お、沖縄やね。そうね、まあ、いいね沖縄。こっから勢いつけたいよ俺は。あ、頼むわ頼むわって意味わからんで、ね、いいや、ここで火つけちゃって。おー、ナイスか。いいね、足にひび入っとうけど足にひび入っとうけど、いいね。まあ、ひびが入っとうぐらいちょうどいいどうしたぞ、急に。どう、岩本調子は。いや、もう今日のために今日2回目のために。アキレス腱いい感じ。いい感じ、めっちゃ調子いい。そうやね、計量が測った。おしゃれな髪型になったもんね。少しでも長いと思って。うわー、最初いいよ。ライキン打っていきます。
勝負になる。日本ないよ、日本。
じゃあ、マリナンボ。あれ、一気です。やばくね？てか、俺初めて飲むんやけど。こういう系多分嫌いなの。マサトはでも、こういう系あんま嫌いじゃないの。大学の時にね。あ、でもなんか、緑茶みたいで美味しそう。マジで？ワンチャンね。まあ、じゃあ一気に。はい、じゃあ乾杯。乾杯って何これ。はい、乾杯。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。わあ、すごい。ああ、もう。もっと飲み出そうよ。そうね。飲み終わるのが早すぎて。結構汗かいたから、これじゃ足りないぐらい。遅っ。まあ、そんな遅かったっけ？どう？苦い。美味しいでも。いや、美味しくはない。その、うわ、吐きそう。その、飲みすぎで吐きそう。ああ、全然。まあ、ダギー言っちゃいけない。ダギー、何飲む？ダギーあればね、ヨーグルト買ってくれると思うんですよ。ヨーグルト買った。違うのみたいな。マンゴーみたいな。あ、マンゴー。ああ、そう、マンゴーはね、あの、ほら、今もう売り切れたらしいの。ないらしいけど。まあ、でもなんか健康的になった気持ちではある。そうね。うん。なんか、この後お酒飲んだとしても罪悪感がない。うん、プラマイゼロ。いい、いい聞かせよ。こっちは美味しいし。いや、それはそうやろ。青汁美味しいし、こっちも絶対の方が健康だし。青汁でしか取れない栄養があるんだ。まあまあまあ、それはあるよ。それはあるよ。プロテインにもある。それは。すごいね、ビタミンも入ってる。なんか、その、このビタミンとか、ミネラルが入ってることによって、うん、その、タンパク質吸収しやすくなる。なるほどね。そう。だけどなんかその、吸収率がいいプロテイン。はいはい。っていうのがなんかこれの売りなの。確かにね、そのタンパク質めっちゃ入ってるからといって全部吸収してくれるわけじゃない。そうそう。だけどまあなんかそう食事めんどくせえやん。
いちいちさ、これがビタミンでとか、ね、用意するのが大変だからね。だけどまあこれ楽でしょっていう感じだね。氷多いぞ。え、大輝何味？マンゴー。え、初めて飲む？マンゴー初めて。ちょ、感想聞かして。そのまずかったらまずいでいいし。ヨーグルトは、ヨーグルトはマジで美味しかった。てかマンゴー好きやったら絶対嫌いとかないやろうけどね。マジうまい。あ、うまいね。え、マンゴー好きな？マンゴー好き。あ、そうなんや。ちょっと欲しいな。あ、マサト飲んでみて。あ、いいの？あ、飲んでいいよ。あ、ダメ？ダメ？罰ゲームの趣旨が。ダメ？いや、いいやろ。まあ、でもいっか。うん、もう、せっかくやし。うん、まあね。もう、どうくない？うまっ。うまいよ。プロテイン感も、まあ、確かに。めちゃくちゃスッキリ。ジュース。ちょっとヨーグルトもちょうだい。一番人気のね。おかわりし、ちょうだいとか言う。口が開けたんだろ。一番俺が健康になって。口直ししたいよね。そう。このまま入れていい？あ、うめえ。このまま入れていい？うん。そういうのいけちゃう？青汁飲んでプロテイン飲んで最高じゃん。俺が一番贅沢したよ。お前一番栄養取ったよ。マジでこれ味の評判いいんですよね。美味しいよね。今マンゴーめっちゃうまかった。じゃあマンゴーとどっちが美味しいか。あ、それでもヨーグルマンゴーなんじゃないそれ。ちょっとマンゴー増える。はい、いやマンゴーとヨーグルト合いそう。ヨーグルマンゴー。これでもめっちゃ美味しかったらアンビークに行ってヨーグルマンゴーを作ってくださいっつって。新作。新作出来上がるかもしれないこれ。ヨーグルトマンゴーめちゃくちゃ飲むやん。相当青汁嫌やってるから。胃の中まで洗浄中。うまいね。うまいよね、ヨーグルト。これはうまい。マジでうまいよね。これナンバーワンやね。これマジで。ヨーグルトってしかも珍しいよね。うん。で、ごめん、全部。あ、全然いい。はい、そんな感じでね、マスクも飲んで美味しかったってことなんで、はい、もしね、アンビーク、プロテイン気になってる方は、概要欄からね、飛んでもらえると、最大 17%。で、さらに、僕らのね、ビークイックっていうクーポンコードがあるので、そのね、クーポンコードを使ってもらえると、さらに 17% か 3% 引きになるので、気になってる方は、ぜひ、僕らのね、クーポンコード使って、この、大きなセールね、ご協力してください。もうね、評判めちゃくちゃいいので、ぜひ、お願いして。お願いします。美味しかったっす。大輝なんて、もうプライベートで買っとけね。そうやね。普通に Amazon でヨーグルト欲しいって、うん、じゃあ、定期便購入。めっちゃ美味しかった。定期便購入とかあるある。定期便購入でしたらもっと安くなる。そうね。うん。ってことなんで、また、機会があったら、お会いしましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。